年を取るにつれてやはりこう少しボリュームがなくなってきたなっていうのをすごい感じるんですよね。このやっぱ頭の形があんまり良くないので、この後ろの部分とか絶壁で、すごく昔学生の時からそのコンプレックスだったりしたんですけど、まあ、それを隠すために、まあ、ボリュームを出すためにこうパーマをかけるっていうことが本当にずっとしてたことですね。全然見違えるようですよ、本当に自分の髪じゃないみたいなぺったんってなってるのがやっぱり自分の髪型だったと思ったので絶壁でしたんで、アイロンでボリュームっていうのがあまりこうイメージつかなかったんですよ。ストレートにするとかそういうイメージがあったんですけど、こんなボリューム出るんだったらちょっと、まず買いますね。買って自分で慣れて、でワックスで説明すれば、もう若返ったなって思うんで、最高ですね。